はじめまして、そうでない皆さん、こんにちは。ドクター正気です。スーパーマリオメーカー2やっていきましょう。よろしくお願いします。ピーザカ46クリア率 1.41% やっていこう。あー、なるほど。ちなみにこっちは、あ、なんもないね。これあれだよな。この P の階段を一気に駆け上がっていけみたいな、そういう感じのコース。つっかえた、死んだ。なんか初代スキンじゃなくて U スキンでさ、なんか一段の階段を一気になんか三段ジャンプで上がっていくみたいな。多分そういう感じだと思うんだけどな。え、これ結構むずくない？とりあえずあの助走のために最初2つ踏んどいて、よいしょって言って、うん、下準備の意味。え、多分これもしかしてこれ一気に行けない？こっちか、こんな感じでゆっくり行った方がいい？あ、なんかこっちの方が簡単だわ。俺の今までの苦労何だったんだ？スピードランノンストップで走り抜け120秒、120、何気狂ったこと言ってんだ。20秒、20秒。クリア率が 1.28 かな。夜砂漠のスピランだね。対戦よろしくお願いします。これ結構反射神経がいるけど、まあ結構なんかその中でも遊びやすい難易度になってる。今のナイス反射神経、よいしょって言って、はい、スピンして。で、この後は、はい、飛びます。2段、3段、突っかえた。マジか！このクソボケ野郎。もったいね。人気ランキング1位、ベルティゴクリア率は 2.47% やっていこう。人気ランキング1、あ、マントコース！マジか。珍しい。なんか、今までやってない、あー、いけた。別にここはまだ滑空する必要はなかったんで。さあ、こっから対戦よろしくお願いしますって感じかな。あ、これもしかしてスピンでいい？あ、スピンで良さそう。で、こう言って飛んで、危ねえ、届かんかと思った。ほい、なんで乗れてないの？ちゃんとここを途中でこうスピン離して、で、左からのドスに乗ります。ここ飛ぶ。オッケー。で、右ね。お、よし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 。はい、飛ぶ。からの、はい、左、ナイス。で、こっち行くでしょ。で、ほい。あー、まだ折り返さなくてよかった。バネか。なんかこういう系のさ、マントのコースってさ、特に日本のマリオメーカー実況者あんま遊ばないイメージあるよね。泥酔さんくらいか、あの人マリオワールド勢だし。泥酔さんもうすでにこのコース遊んでんのかな、どうなんだろう。あ、ここ降りて、おっしゃー、うますぎ、どんどこどん。あ、ちょっとまだ続くっぽいわ。ここで、はい、飛びます。最後ちょっと泥酔さん出ちゃった。ナイス、トゲザークリア率ちょいか、やっていこう。50秒スピードラン、どういうコース？待って、ちょっと一番最初のゴール条件がちょっと目隠しになっちゃった。やっていこう。ちゃんとジャンプな。で、スピンして。で、この後は、あー、もう完全にトゲゾーとトゥギャザーするコースだ。そういうことか、コース名。はい、スピンして。で、ここで、で、こいつはどこで投げる？ここで投げる。うん、2体のトゲゾーとトゥギャザーするコース。はい、バーネからの、はい、1。はい、2、3、オッケー！よし、ゴール条件。え、もう終わり？ゴール条件、あ、ここですぐゴール条件失う。あのトゲゾーずっと被り続けるわけじゃないのね。はい、こんな感じ。はい、投げて、で、スピンして遅れた。はい、こっから。よし、オッケー。で、1、2、ここ3段ジャンプっぽい。うわ、それが足場なんだ。で、スピンして、ここも Z って書いてるね。はい、ここ。次はそこに着地からの、はい、飛ぶ。よいしょ。で、スピンって書いてる。よし。で、はい。よし。トゲゾー、なんか甲羅持った。ゴール条件もなんかいつの間にか取ってる。あ、これ投げてここゴール。よっしゃー。ナイス。バブルだらけの一発マリオ、クリア率は 1.96%。いいコースじゃないの。YouTuber 全員こういうの好きだよ。よいしょって言って。よし、とりあえずこういう安全地帯がちょこちょこあるから、どこが安全でどこが危険かみたいな、そういうのをしっかり見ておこう。よいしょって言って、OK! で、次がこの斜め越える。いや、だるいな！その横バイくんと斜めくんのさ、その、周期がさ、すごい不規則で一定ごとにずれていくのが、ちょっと噛み合うのを待たないといけないのが、いつが噛み合う？ああ、今良さそうだった。これいけんじゃない？あ、バカバカバカ、バカ、むしろ最悪だったわ。なんか懐かしい感覚だな。俺さ、こういうさ、目測測るのすげえ苦手でさ、実は。なんか去年のマリオワンダー配信見てくれた人いるかな？なんかそこでさ、最後のコースでこういうファイヤーを避けるみたいなギミックがあったんだけどさ、それがもうド下手くそで視聴者にさ、なんか恥ずかしい恥ずかしい言われてたのをちょっと思い出したわ。俺もまだまだだなーっていうことを言ってるうちに、なんかなんやかんや、なんかさっきのとこ超えたな、よいしょって言って、オッケー。で、これがラストだね。そこの縦くんと横くんをいい感じにくぐり抜けたらいいのか。
次行こう。よいしょって言って。あぶねえここスピン最大じゃなかった。よいしょ。オーケー三段飛びうわいいわかんねえまあ、とりあえず、なんか、三段ジャンプだ。クリア率 0.8% くらいやっていこう。おかしいな、俺。中国語大学で勉強したはずなんだけどな。これは？ああ、いい。ああ、ええー、マジか！これ、あれだ！一抹三段だ！うわ、懐かしい！俺が、前に動画化したことある、これ！これ！これ、すごくない？ああ、できねえ。ただいま。マリオメーカー2始まったばっかの時はできたんだよね、これ。ただなんか、アップデートでできなくなって。まあでも、多分、このコースあれだろうな。マリオメーカー買って、アップデートしないバージョン1の状態でコース作ってクリチェしたんだろうな。オッケー、ナイスあー、またちょっとあった。よっしゃースーパーマリオコースクリア率 1.88% やっていこう。よくやるやつな。対戦よろしくお願いします。このキノコ取って、トゲンでダメージ食らうけど、こうやってゴリ押しで進めますよ、みたいなコース。よいしょって言って、うわ、ぶねえちょ、待って、つっかえて大丈夫か。よいしょって言って、よっしゃ、ファイヤー、オッケー。残機3つあるやつなら、だいぶ余裕ある。で、ここで、待って、うえ前にさ、このコースを俺がさ、ショート動画、猫ミームに合わせて、なんかショート動画作ったらさ、なんかめちゃくちゃバズってさ、まあその結果なんか変な荒らされ方しちゃったけど、まあ荒らしに屈するわけにはいかないからさ、まあしばらくね、金になるうちは金にさしてくれ。あ、待って、これ三段ジャンプ。あぶねえ三段ジャンプだった。判断が間に合った。メットで、よいしょって言って、で、こっからはスピンして、よーし、やーした完全に勝利の確定です。バネが見えねえよ、それはあっしゃー雪玉ゲーム3最後にちょっとこのコースやって終わりにしよう。まあ、ちょっとこのコースクリア率 90% 超えみたいなコースやるのってうちのチャンネルではだいぶ珍しいことなんだけど。まあ、ちょっと話がしたくて、これは？あれか、ジャンプしたら音符切り替わってそういう仕掛けでここの雪玉を敵にぶつけてぶっ倒しましょうと。オッケー。これは、音符でトランポリンが切り替わる。で、話だね。俺さ、結構ツイッターでさ、なんか、エゴサーと並行してさ、なんか、マリオメーカー見てるみたいな検索をするんだよね。なんかまあ、俺に限らず、マリオメーカー実況動画の実況者さんをさ、見てる人のなんか反応のツイートみたいなのをさ、結構チェックしたりするんだけど、これは？あ、オッケー。あ、一定時間だけこうやってバネが浮き上がるやつね。よし。で、なんか、見てるとさ、なんかマリオメーカーの YouTube の動画結構見てるんだけど、なんか難しいスピードランとかがいっぱいで、私が始めてもできるかどうか不安だよ、みたいな。そういうツイートを見かけたんだよね。ポストか。まあいいや。ちょっともったいないなーって思ってさ、まあこんな感じでさ、このコースクリア率 90% ってあるようにさ、めちゃくちゃ簡単なんだよ。全然シビアでもないし。で、時間もいっぱいあるからさ、こうなんか一回失敗してもこうやって、ゆっくり、やり直そうって。再チャレンジができるコースなんだよね。よし、ここは、こんな感じでファイヤーパック一番上のやつ倒せば OK か。え、ね、マリオメーカー全然敷居高いゲームじゃないんだよっていうのをさ、ちょっとまあ今回知ってほしいなって思ってさ、まあ、うちのチャンネルではあんまやんないことだけど、こんな感じのクリア率だいぶ低めのコース、ああ、ミスった。選ばせてもらった。まあミスったけど、こんな感じで時間いっぱいあるから、多分そうだね、そのデカクリボを倒せば OK か。で、ボス、よし、ボス戦ね。まあ、マリオメーカー、もうなんか発売から5年経つけどさ、マリオメーカー2の発売からか。5年もうそんな経つんだ、このゲーム。これは、本物のプンプンにこうやって雪玉ぶつけたら OK っていう、そういう感じね。こんな感じでね、すごいなんかコンセプト、テーマがあって、すごい楽しいコースいっぱいあるからさ、なんか興味持ったみんなはぜひマリオメーカー買って始めてほしいなって思ったり、ね。で、まあ、興味持ったらね、なんか自分もコース作ってみようみたいに思ってくれたら嬉しいな。オッケー。まあ次の神コース職人は君だみたいな。ごめん、待って、今俺めっちゃキモいこと言ったかも。忘れて。